始まるぞ。どうも、カゼルリです。本日はですね、ソードブック5アーク01ボディ&アーマーレビューしていきたいと思います。実は01を全話見てたわけじゃないんで、このアーク01っていうの、こいつはアスが変身するやつなんですかね。まあ、ちょっと詳細が、まあ、調べてないんでわからないんですけど、まあ、なんていうか、今回ラインナップされてて、売れ残ってか、運よく買えたんで、買っちゃいました。じゃあ早速開けていくわ。はい、ベルトが塗られてますね。ほう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 。へえ、なんか美味しそうな色合いですね。よし、じゃあこっち。はい、お、スクナシル。過去最大級にシール少ないっすね。よし、ほうほうほう。なるほどね。早速、組み立てていくわ。なんなん?というわけで、完成しました。アーク01。ちょっと調べたんですけど、やっぱりアズが変身するんですね。で、ファイナルステージっていうので出てくるらしいですね。見てみたいなー。で、この、アーク01自体が、アーク0の色替えみたいなんですね。まだアーク0組んでないんですけど、なるほど、先にアーク0から組んじゃいました。武器はなくてですね、本当に拳が、まあ、たくさん入ってて、すごくシンプルだなーって。で、シンプルなんですけど、なんていうか、独特のこのまがまがしさがあって、すっごくなんか、かっこいいんですよね。ただちょっと感じたんですけど、おそらく、これ、なんか、まあ、予想外れるかもしれないですけど、棚の守護神になりそうですね。これすごい、こればっかりすごい並んじゃいそうな気が若干しなくもないですね。はい。まあ、全体的には、まあ、この拳で表情をつけていく感じですね。あと、まあ、シールですけど、この辺のグラデーションがやっぱりとっても綺麗ですね。一応、じゃあ、こっちだけちょっと、せっかくなんで、これか。この、しっかりと、握ってる拳ですね。これにちょっと付け替えてみましょう。はい、なるほど。いいですね。かっこいい。これちょっと、早急にですね、他にも積んでる01のソードを組み立てていかなきゃいけないですね。はい。まあ、可動はこんな感じね。なるほど。ちょっと肩幅が開くんですね。こうしてみるとちょっと、かっこよくないですか。で、可動。まあ、広いですね。可動。すごいな。はい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 。よし。ベルトもなかなかいい造形ですよね。ではですね、まあ今日こんな感じで、まあちょっとまあ出来地そのものはシンプルなんであまり語ることがないですね。とちょっと調べたんですけど、そのファイナルステージでは02とバトルをするみたいなんで、なるほど、ちょっと02の騒動も積んでいる状態なんで、早急に組んでなんか戦わせたいですね。はい、まずすごく物はいいと思うんで、興味があったらお菓子売り場へゴー。では今後とも皆様の購入の参考になるようなレビューを心がけていきますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。カイゼリンでした。ありがとうございました。いやー、やっぱりもう次のですね、ソードのブックス6弾楽しみですね。何がラインナップされるんだろう。カードショップの元店長が、秘蔵のカードコレクションや、雑貨をレビューするチャンネルを、作りました。これからどんどんレビューしていきますので、仕方ねえなあこいつくらいの、気持ちでチャンネル登録していただけたら幸いです。